本日お話を伺うのは歴史学者で明治大学教授の清水克行さんです。清水さんは2021年6月17日に室町は今日もハードボイルド日本中世のアナーキーな世界というご本を発表されました。ご著書についてお話を伺います。本書では中世における妻から旦那への不倫の対処法として元の妻が友人を引き連れて浮気相手の女性の家を襲撃する浮なり打ちについて取り上げています。彼女たちの嫉妬や怒りの方向性は歴史的に形成されたものであるとしていますが、泣き寝入りをするのではなく襲撃をするなどの暴力行為や破壊活動に至らしめる原動力はどこにあったのでしょうか。これもやっぱり今だったらあれですよね、自分の旦那を取られてしまったっていう場合、泣き寝入りかよくて週刊誌に告発するぐらいしかやりようがないわけですけど、当時の人たちはやっぱりベースが自力救済の社会なので、男も女もやっぱり失われた権利は自力で取り戻すっていうところがあるので、上なり打ちってそれだけを取り上げると本来おとなしいであろう女性がそういうことをするっていうのはすごいインパクトがあるんですけど、中世社会においてみるとある種の復讐としてそんなに違和感ないものだと思うんですよね。例えば逆のパターンがあるんですよ。夫が奥さんを真男に取られちゃったっていう場合はどうするかっていうと、奥さんも夫も真男も一緒に殺していいっていう、そういうルールがあるんですよ。で必ず一緒に殺さなきゃいけないんです。なぜかというと奥さんだけを生かすと例えば何て言うんでしょうね、お前真男しただろうっていう言いがかりをつけて自分の嫌なやつを殺しちゃうっていう犯罪が出かねないので、その証拠に奥さんも殺せばマイナス1マイナス1でお互い の損害がドローになるっていうんで、そういうルール、目敵討ちというんですけど、そういうのがあるんですよね。なので実はそうなんです、女と男のパターンもあるんですけど、男と女のパターンもあって、中世の社会はそういう意味じゃ実力行使っていうのがもう当たり前っていう社会なんですよね。ただ上なり打ちの場合はそれが女の強さを表してるかっていうと一概にそう言えない部分があって、本でも書いたんですけど、やっぱり一夫一妻制っていう建前は成立するわけなんですけど、その一方で男は浮気をしていいけど女の浮気は許されないっていう社会風潮の中で、その妻の座をどうにかしてやっぱり維持しないと自分のこれからの生存に関わるわけですよね。でそうすると自分の妻の座を奪った女に対して当然敵意が向かうっていうのはまあ理の当然で、普通に考えたら浮気した夫をなじれば良さそうなもんですけど、そうはいかずに、敵が何て言うんでしょうね、女の敵は女みたいな図式が生まれてしまうっていうのも歴史的なその女性の地位の問題とリンクしているので、一概に女性が強かったとは言い切れない部分があるかなと思います。中世日本においては飢餓や餓死を回避するため人身売買がしばしば黙認をされていたと書かれています。時代が進むにつれて人身売買は克服すべき悪兵であるという自覚が人々の間に生まれ、最終的には天下統一を果たした豊臣秀吉の命により人身売買の禁止に至ったことを述べていますが、人々はどのようにしてこの悪兵を乗り切っていったのでしょうか。これがなかなか難しい問題で、今秀吉の法令によって人身売買は禁止されたっていうことなんですけど、法令として表向きはそうなんですけど、実は江戸時代も人身売買っていうのはその後も続くんですよね。吉原の遊女の世界とかもうこれ明確な人身売買ですし、もっと言うと現代まで実はダメと言われながらも続いているので、実際のところ人間が人間を売り買いするっていうおぞましい実態っていうのは今も続いていることなんですよね。ですので簡単にはやっぱり克服はできてないと私なんか思うんですけど、それでもやっぱり中世の人が偉いなと思うのは、例えば鎌倉時代平安時代にいろんな物語があるんですけど、その物語の中で人身売買を主題にしている物語ってすごい少ないんですよ。であってもそんなにこうなんて言うんでしょうね、倫理的にこうそれを否定的に捉えるような見方ってのはあまりないんですよ。ところが室町時代に出てくる能楽になると意外に人買い人売りの話って出てくるんですよ。で親子がこう離れ離れになってしまうっていうような話がある種の悲劇としてドラマ剣の中に織り込まれるんですよね。でそれっていうのはやっぱりこれは人間としておかしいことなんだっていうのが
あの現実に、まあ、禁止はできないけれども、社会としてやっぱりこれは良くないことなんだっていうコンセンサスができる上で、やっぱり室町時代のそういう、まあ、潮流っていうのは大事なんじゃないかなと思います。もっと言うと秀吉の人身売買禁止令っていうのも、そういう秀吉が偉かったっていうんではなくて、一般社会の潮流の中から生まれ出たものだっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思います。ここで語られている人身売買とは、売春の世界に人を売る場合と、さまざまな労働力として子供を売る場合の両方を意味しているのでしょうか。両方です、はい、だから、まあ、あの売春目的の人身売買もあれば、奴隷として、売るっていう両方ありますよね。でその売り方のその何て言うんでしょう、シチュエーションもまた二通りあって、一つは門分かしですよね。あの完全に騙されて拉致されてしまうっていうパターンと、もう一つは、基金とかでですね、経済的に困窮して生きていけない、でそういう中で子供を売ることでどうにか生き延びようっていうような、そういう、まあ、二通りあるんですよね。で特に中世の場合はやっぱり基金と背中合わせの社会なので、人身売買っていうとすごくネガティブなもののように思えるんですけど、放っといて親子ともに餓死するぐらいだったらば、子供を、まあ、財力のある人のところに引き取ってもらって、そうすれば子供も生活できるし親も生活できるならば、これはまあいいことではないけれども仕方ないんじゃないかっていうような考え方が一方であるんですよね。でこれがね、人身売買の問題の非常に根深いところで、そう簡単には克服できない。あのシビアな言い方をしちゃうと、あの別に人身売買を認めるわけではないですけど、ある種のセーフティーネットとして社会の中に組み込まれてたっていう現実があるんですよね。歴史的に売春というものは取り締まる方向へ向かっているのでしょうか。それとも個人の自由の範囲として容認される方向に向かっているのでしょうか。また今後はどちらになっていくと思われますか。今後ですか。今後はどうですかね。あの一つには中世の場合はやっぱり現代と同じに語れないのは、あの女性の低層観念が極めて低いんですよね。女性がやっぱりこう、他人 の, あの男とこう肌を交わしてはいけないみたいな価値観っていうのは、その後の時代になって出てくるものなんで、そういう意味では中世の人がその売春っていうのをハードル超える時に、それを悲劇とするかどうかっていうのはかなりハードルは低かったと思いますね、もちろんあの好きでやってるわけではないとは思いますけれどもね、一度奴隷として売った人をまた買い戻したいという場合もあったと書かれています。これはどういうことでしょうか。そのさっきセーフティーネットって言いましたけど、食べていけないから売るわけですよね。そうすると食べていけるようになったら買い戻せる状況になるわけですよね。でそれなので当然買い戻したいって親心として出てくるわけなんですけど、その時にあの買った側の人間が容易に手放さないんですよ。でどうして手放さないかっていうと、その売った時の相場と今の相場は違うと、で売った時は大体まあ、人間の価格って暴落して二束三文で売られるわけですよね。でその二束三文の値段を払って、平時にまた買い戻すっていうのは虫が良すぎないかと、で今の相場で、買い取ってくれっていうふうに言うんですよ。でこれは今の私たちの感覚からするとこうやっぱりそれはないだろうって思うわけですけれども、逆に言うと労働力として、彼らもこう買ってるわけですよね。でそれがやっぱり10歳にならないような子供を承知で買ってるわけで、である程度育て上げれば労働力になるっていうことを見込んで、ある種の投資として衣食住与えてたわけですよね。でそれをその買った時の値段と同額で買い取られてしまうと、全くその間の投資が無駄になってしまうっていう理屈は、これは物が人間でなければ主張としては極めて真っ当な主張なんですよね。でそれがやっぱりあの当時の社会はそういうこうシビアさっていうんですかね、それが あったんだと思いますね。ですからあの人身売買イコール悪っていうふうには言い切れないシビアな現実っていうのはそういうところにもあるんだと思います。だから買う側の人が悪いんだとはちょっと一言では言えない部分があって、それが非常にややこしく問題をさせてるんですよね。本書の第4部では過激に信じる中世人をテーマとしながら、呪術から合理主義へと人々の信仰が薄れていったことを述べています。また既存の宗教勢力が減退していたとともに、一時的に強烈な信仰が生まれ、神を試すための過激な行為が流行したと述べています。具体例として素手で熱湯に手を入れて火傷の具合を調べる湯気症や、焼けた鉄の棒を握って火傷の具合を調べる
鉄火起承などがありますが、他にはどのような行為があったのでしょうか。またこの神を試すための過激な行為は一時だけの流行だったとのお話ですが、なぜ一時で終わってしまったのでしょうか。例えばですね、他に見られるのだと、中世の人っていうのは何かこう誓いを立てる、宣誓をするときに起承文って言われる文書を書くんですよ。でその文書はどういう文書かっていうと、まあ、これこれの約束を必ず守りますと、神に誓ってっていうふうに書いた後で、もし今誓った内容に嘘があったらば、八幡大菩薩とか諏訪法師匠大明神の罰が当たっても構いませんっていうふうに神様の名前を挙げて、神に誓って、私は嘘は申しませんとかいうふうに誓う、それが起承文というあれなんですよね、様式なんですけど、面白いのはですね、その様式ってのは大体平安時代末ぐらいからできてくるんですけど、室町戦国時代になるに従ってですね、その誓いを立てる時の神様の名前の数がですね、徐々に増えていくんですよ。で最初のうちは八幡大菩薩に誓えばそれで済んでたんですけど、八幡大菩薩じゃなくていろんな神様の名前を書いてってどんどん長くなっていくんですよ。でこれは何なのかっていうと、普通に考えると神様の名前が増えていくっていうと、なんか信心深くなってるように見えるんですけど、おそらくそうじゃなくて、私は一種のこうインフレーションだろうと。神様一人に誓って、それで拘束力があった社会から、一人では不安なもんだから二人三人、あ、神様は三人とは言わないですね、三柱っていうんですか、でこう立てていくことで誓いが担保されるっていうことは、一人当たりの価値は下落してるっていうことなんですよね。なので起承文の中に出てくる神様の名前が増えていくっていうことは、それだけ一柱あたりの神様の価値が下がってるっていうことを表してるんじゃないかと思うんですよね。でさらに言うと、起承文で誓った後にですね、指を切ってですね、血斑っていうのを押すんですね。たまに時代劇なんかで出てきますけど、あれが生まれるのも戦国時代なんですよ。昔からあったもんじゃないんですよね。つまりそれも同じで、昔はただ誓いますって言えばお互いの中で了解されていたわけなんですけど、誓うって言ったってお前本当かよっていう風な社会になってくると、それをこうなんて言うんでしょうね、ある種の迫力としてアピールしなきゃいけない。そうなると自分の身を切って、これだけの痛い思いして誓ってるんだから信じてくださいよっていうような、そういうパフォーマンスが生まれてくるんですよね。それが血斑なんですよね。ですからそういうさまざまな部分でこう神に対する誓いがこう仰々しくなってくると、それはやっぱり神様に対する信仰心が低下していったっていうことの証だと思うんですよね。でそれが結局だから全体的な流れとしては、神仏に対する信仰心というのは中世から近世にかけてだんだんこう低下していくんですよね。でその流れをこう食い止めるために指を切ったり神様の名前をいっぱい仰々しく並べたりするわけですけど、その流れってのはやっぱり最後の最後になるともう信じないっていう方向になっていくんですよね。でそうするとやっぱりそういう仰々しい道具立てがもう消えてって、起承文っていうものをこう社会のなんて言うんでしょう、契約書のルールとしては使わなくなっていくっていう、ヤクザとか遊女とかいわゆるアンダーグラウンドの世界 の人たちしか使わなくなるんですよ、江戸時代になると。宗教の衰退及び神への疑問を呈する声が強まったにもかかわらず、キリスト教といった新たな信仰が人々の注目を集めることができたのはなぜなのでしょうか。これもそうなんですよね。一見すると戦国時代ってキリスト教がものすごい勢いで広まっていくので人々が信心深くなったように思えるんですけど、戦国時代こう人々を席巻した宗教は一つはキリスト教で、もう一つは浄土真宗ですね、いわゆる一向宗が一向一揆を起こす一向宗なんですけど、でキリスト教にしても一向宗にしても割と共通しているのは一神教的なんですよね。でそれまでの日本の仏教や神様っていうのはかなり多神教的で暴漠としているわけなんですよ。でところがやっぱり一向宗とかキリスト教っていうのはやっぱり神に向かってこうピラミッド的にこうなんでしょうね、序列ができていくような、そういう秩序があるわけなんですよね。で多分中世の人たちはそれ以前の神仏の在り方にやっぱり何らかの疑問を持ち始めて、でよりこう強力なこう宗教体系を持っているようなものへのこう阿弥陀様とかキリストとかそういったものにこう信仰を寄せる、そういったものにこう次の何でしょうね、救いを求めるっていう、そういう時代風潮の中でああいう、かなりこう厳しい宗教って言ったらいいんですかね、それ以前の日本の風土からするとそういったものが出てきたっていうことなのかなと思います。だから先ほど言った血斑が流行るっていうのとおそらくパラレルな関係なんじゃないかなと思いますね。
キリスト教のような大きな神を試す行為もあったのでしょうか。あ、やってるんですよ。そうなんです。キリスト教にまあキリスト教を信仰した九州のその日本人の村の中で、犯人を探そうっていう時に十字架を削って焼いて、でそれを飲んで体に変調があった人が犯人っていう。でこれをそうですね、ヨーロッパの研究者の人に言ったらば、そんなこと絶対キリスト教でやっちゃダメだって、十字架削って焼くなんてとんでもないって言うんですけど、だから多分キリスト教の信仰の中にはそんなのないんですよね。ところがそれを日本的にアレンジして、取り入れちゃうっていう、だまあそういう意味では非常に日本的な融通無碍な形の受け入れ方も一方ではしていたみたいですね。そのような奇妙な儀式めいたものが始まる瞬間や要因というものは最終的には特定できないものなのでしょうか。そうだと思います。誰が始めたというのではなくて、やっぱり一般的な社会風潮として、で背景としては先ほど来言ってる戦争とか飢饉とか、やっぱり過酷な環境の中で既存の宗教に対するこう懐疑心みたいなものが広がっていって、それでより極端なものであったりとか、より呪術的なものを求めていくっていう、そういう流れかなと思いますね。本書の冒頭で、中世は日本の歴史の中でも前後に類がないほど分権分散が進行したアナーキーな時代だったと書かれています。本書では実際にマスの大きさから法律、果ては年号まで様々なものが別々かつ同時に存在していますが、なぜ彼らはそのことに疑問を抱かず、時には意見を戦わせつつも寛容だったのでしょうか。例えば年号がこうしょっちゅう変わるとかですね、マスの大きさが地域によってバラバラって、今の我々から見るとそんなので社会生活大丈夫なのかっていうふうに思っちゃうんですけど、おそらく当時の人はそんなに困ってなかったと思うんですよ。でそれっていうのは多分現代の私たちもそうで、例えば今我々エスカレーターに乗るときに東京だと左側の手すりつかまるじゃないですか。ところが関西の方に行くとみんな右側に行きますよね。でじゃあ西日本は全部そうかっていうと、中国地方に行くとまた左側になるんですよね。っていうふうにエスカレーターの乗り方一つとっても結構バラバラなんですよね、今の日本でも。でもそれをわざわざ統一しようとか、政府がこう法令を作って一律左側っていうふうにはしないじゃないですか。だから困らないことで統一されてないことって現代も結構あるんじゃないですかね。今川焼きと言ったり、大判焼きと言ったり、回転焼きと言ったり、何でしたっけ、秘密の県民ショーって番組がありますけど、あれ僕好きなんですよ、あの番組は。でああいうのを見ると、やっぱり日本って一口に言うけど、やっぱりかなりこう県によって多様なんですよね、文化が。でそれをこう人しなみに一律今川焼きっていうふうにする必要もないし、それでみんな通用してるならばそれでいいっていう、現代の私たちと同じような価値観をマスや年号に関しても中世の人は持ってただけなんじゃないかなって思うんですよね。だ多分ですね、人間が生きていく上でのその一種のこうなんて社会権っていうのは、おそらく許容できる範囲って大体いつの時代も決まってるんですよね。でその中で通用する分には今川焼きでも問題ないわけなんですよ。でところがやっぱり、メディアとかが発達してくると、この社会権を超えたもう一つ別のこう社会権と交渉することになりますよね。でそうするとやっぱり統一していかないと、今川焼きってこっちは言ってるのに向こうは回転焼きって言ってるんだと別のものを指してるのかもしれないっていうようなことになってくるので、そういう中でだんだんこう統合が進んでくるんですよね。でだから現代もそういう意味では困らない部分はこう多様なままですし、中世の人はやっぱりそこで折り合いつけて、これじゃあちょっと不便だなっていう事柄が徐々に統合されていったのが、それで生まれたのが江戸時代の社会なのかなっていう気がします。本書では中世日本においては破発日、安家うなど罵倒するための言葉が豊富にあったことについて述べています。本書の例で挙げられているものは一部地方の方言として残っているとのことですが、なぜその多くは消えてしまったのでしょうか。それもやっぱり同じかなと思うんですけど、私のこの本の中で中世社会の特質は3つあるというふうに書いて、1つが、まあ、多様性ですよね。そのマスがバラバラだったり、年号の表記が地域によっていろいろだったりとかっていうのと、それともう1つは自力救済なんですよね。自分の失われた権利をこう暴力でもって取り戻すっていう、現代ではやってはいけないことなんですけど、それを自力でやっていいというふうにされてた価値観が2つ目で、で3つ目は呪術なんですよね。
やっぱ神頼み仏頼みっていうのが今よりももっと強かった社会、その3つだと思うんですけど、今のご質問はそれで言うと自力救済にあたるわけですよね。でこれはやっぱり多様性っていうのはある程度許容できたんですけど、やっぱり自力救済っていうのは血が流れますから、それが重なっていく中でやっぱり人々はだんだんこのままじゃいけないっていうふうに自分の中で思い始めたみたいなんですよね。でやっぱり一番の喧嘩の原因っていうのは一つは悪口なんですよ。御成敗式目の中でやっぱり書かれているように、争い事っていうのは大体悪口から起こるんだと。だからちょっとした悪口でもいかんっていうふうに御成敗式目では書かれてるんですけど、やっぱり中世の人も何て言うんでしょうね、悪口が高じて殺し合いにまで発展するんだから、そういうのはやっぱり抑えていかなきゃいけないんだっていうことをだんだん身につけていって、江戸時代以降徐々に現在の日本の社会ってあんまり悪口がないんですけど、そういうふうになっていったのかなっていうふうに思いますね。現代は悪口が少なくなったんですか？そうなんですよ。欧米とか他の国々のボキャブラリーに比べると日本の社会っていうのは悪口が少ないんですよね。特に性的な悪口が極めて少ないんですよね。卑猥な悪口、カメラ回ってる前では言えないような欧米の悪口がありますけどそういうのってやっぱり日本語に置き換えられないんですよね。でもかつては日本にはあったんですよ、でやっぱりそれはある段階で儒教とかそういうような上からのこうイデオロギーではなくて、おそらく下の人たちが徐々にこうそういったものをこう制御するような、自制するようなのが知恵として蓄えられたのかなと思います。本書は小説新潮に連載されていたアナーキー・イン・ジャパンをもとに再編集された書籍ということですが、連載の経緯及び本書の概要からお教えください。私室町時代の研究もやってかれこれ長い 2,30 年経つんですけど、最初の頃は室町時代の研究者ってそんなにいなかったんですけど、最近はその歴史ブームということらしくて、普通歴史ファンって戦国時代か幕末なんですけど、そういうファンが広がってって室町時代にまでかなり関心持ってくれるようになって、室町時代や南北朝時代に関する本っていうのも結構出てるんですよね。でそれはもちろん大変結構なことなんですけど、その一方でもうとにかく歴史が嫌いだっていう人は昔からやっぱり一定数いるんですよね。なので今の状況っていうのは歴史がすごい好きなマニアックな人たちと嫌いな人たちがこう二極化してるような、そういうイメージがあるんですよね。で私としてはその嫌いな人たちを振り向かせたいっていうふうに思いがありまして、でそこをターゲットにして書いたのが今回の本っていうことになります。で特に話としては、歴史嫌いな人っていうのは歴史上の有名人ですよね。政治家の名前とかそういうのが覚えるのが辛いっていう人が結構多いと思うので、そういうのを一切抜きで当時の庶民がどういうふうに生きてたか、で私たちの生活とそれはどこが関わってどこが違うのかっていうようなところを、全部で16の話題で構成して、それで読んでもらおうということで、なんて言うんでしょうね、エッセイっていうスタイルで歴史を語るっていうのにちょっと挑戦してみた、そういう本です。戦国時代や江戸時代それ以降の人たちっていうのは我々と割と行動原理が似てるんですよね。で似てるからこそ逆に感情移入しやすいっていうところがあって、それで楽しめるんですけど、研究してみると戦国時代挟んでそれより前の人っていうのはちょっと我々の感情移入しにくい行動原理を取るんですよね。で今度の本でもそういうところを強調したんですけど、でそれがやっぱり面白いんですよね。我々の予想をいい意味で裏切ってくれる、そういう存在が戦国時代より前、やっぱり室町時代より前ってのはやっぱり我々の常識が出来上がる前の時代なので、そういう常識を打ち破る破壊力みたいなものが研究してって面白くなって、その時代に注目するようになったっていうところですね。今の社会って多様性ダイバーシティが大事にされる社会になってますけど、その一方で排除っていうのも進んでますよね。自分と違うものをこう排除しようっていうような、そういう意識もやっぱり一方でダイバーシティの反動的にこう現れている部分があって、でやっぱり自分と違う考え方と共存していくっていうのが大きな課題になってると思うんですよ、社会の中で。でそんな中でじゃあ共存するためにはどうするかっていうと、自分と違う価値観ってやっぱり相入れないかもしれないけれども、その価値観の中にもあるロジックがあるんだと。めちゃくちゃなように見えてるけれども、彼らの中にある論理とかある価値観があって、それは解きほぐしてみると我々全く共感できないものではなくて、理屈としては理解できる部分があるんだと。
そういうことを分かるのがやっぱり現実の社会でも分かりますし、過去を学ぶことでそういうことも分かるんですよね。だから室町時代の人って我々からするとものすごいずれてることをやってるような、めちゃくちゃなようなに思えるけれども、この本の中ではやっぱりそこにもロジックがあるんだっていうことを強調したかったんですよね。でそういうことを知ることによって他者理解がより深まるという気がしますし、もっと言うと今生きている私たちが当たり前だと思っていることも、その我々の社会の外から見たらすごいおかしいことかもしれないし、500年経ったら笑われることをやってるかもしれないっていうふうに考えると、今の生きている私たちの価値観が絶対じゃないっていうことが学べると思うんですよね。本書では自身のコミュニティや職業などが持つ正義のもとに動く中世の人々を書いています。一方で現代社会においても自身が持つ常識や正義に基づき特定の個人を袋叩きにするような動きが SNS などで見られ、中世と同じかもしくはそれ以上に残酷な死刑が蔓延しているかのように感じます。現代の持つ残酷さについて清水先生はどのようにお考えになりますか？これは私はあまり意図してなかったんですけど、この本を書いた時に結構やっぱり多くの人がその日本人イメージっていうと割と穏やかで温和な国民性だっていうふうに言われてたけど、そうじゃないんだって、室町時代は少なくともっていうのに対して、本当にそうだよなっていうふうに読んでいただいた読者の方が結構多くて、で現代も決して温和じゃないじゃないか日本人はっていうのは SNS 時代になればなるほどやっぱりみんな過激になってる部分があって、従来のこう温和で穏やかな日本人みたいな割と心地いい我々にとってのイメージっていうのがちょっと崩れ始めてるんですよね。その一つの原因はやっぱり SNS は大きいかなっていう気がするんですけど、それでいうと私 SNS って中世の人にとっての刀と同じぐらいの意味合いがあるかなっていうふうには考えてまして、っていうのは中世の人って百姓もみんな刀を刺してるんですよね。ですから百姓であれバカにされるとやっぱり刀を振り回すわけで、場合によっては百姓に武士が殺されることもあるので、下手なことはできないわけですよ。でそういう意味では百姓も刀を持ってることによって泣き寝入りをしないで力さえあれば対抗できる社会なんですよ。でそれってSNS と同じですよね。昔はこうマスに対して語りかけることができるのってマスメディアしかなかったわけですよね。でところが SNS 時代になるとこう誰もが発信者になれるわけじゃないですか。でそうすると不当な何か例えば組織に抑圧されているような状況があったりした時に SNS で告発すればその自分より上の人に対抗することもできるわけですよね。ですからそういう意味では百姓が刀を持ち始めたっていうのと状況は同じで、そういう意味ではみんなが力を手に入れたっていうことは一面でプラスなんですけど、逆に言うとみんながみんな必殺仕事になれるんですよね。今までは復讐っていうのはやっぱりできなかったはずなのに、誰もが復讐できる時代になってしまって、やっぱりこれぐらい怖いことはないですよね。でそれをやっぱりどうにかしなきゃいけないと思ったのが豊臣秀吉 で彼は刀狩りっていうことで、刀は武士だけのもので百姓は手放しなさいっていうことをやったのは今でいう SNS の規制と同じなんですよね。ところがじゃあ今の SNS の規制がうまくいくかっていうとそういかないのと同じで、秀吉の刀狩りも実は失敗してるんですよね。刀を没収はちゃんとできてないんですよ。でそれぐらいやっぱり自分の身を守る自衛権っていうものを人々から取り上げるっていうのはかなり困難なことなんですよね。だからそれでいうと今の SNS にもう歴史の話じゃなくなりますけど、今の SNS の問題に関して言うと権力が何か法で規制してどうこうしようとしてもそう簡単にはできないんじゃないかなっていう気がしてます。ここまで必要不可欠なものとして定着すると。ただ刀も江戸時代100年ぐらい経って元禄時代ぐらいになってくると農民たちもだんだんこうやっぱり自分の中でこう秩序感が生まれてきて、刀は持っていても家に置いておこうとか、百姓が刺して歩くのはおかしいよっていうような、そういうことがこう徐々に誰言うとなく出来上がってきて、それで江戸時代のまあ平和な社会が訪れるんですよね。なので SNS のこの社会の決着っていうのもそういう上からのなんか統制ではなくて、おそらくSNS もここ数年見てるとちょっと穏やかになってきましたよね、一頃に比べると。そういう感じで例えば匿名でやるのはやめようよとか、そういうような常識がダサいよそういうのはっていうようなのが長い、実はそんなに長くかかんないのかもしれないですね。ひょっとしたらある程度の時間をかければ当事者の中から出てくる秩序っていうのがあるんじゃないかなっていう気がして、そういうものの方が信じられる気がしますね。